ント晩夏の陣陣にようこそお越しくださいました。ようこそ。そちらのアンダーミレニアムチームの皆さんと私たちオーバーミレニアムチームでは演技力、トーク力、芸術的センスのポテンシャルで差があるのかどうかを今日は徹底的に検証してみたいと思います。はい、じゃん。インサイダーは誰だ。さあ、あのボードゲームで有名なインサイダーゲームを両陣営にやっていただきたいと思います。はい、はい、さあ、ルールをご説明いたします。最初にチーム内でマスターというものを決めます。はい、次にマスターと5人にカードをお渡しします。マスターのカードにはお題が書いてあります。5人はマスターに質問を繰り返しながら制限時間2分以内にそのお題を当ててください。それではまずはアンダーミレニアムから行きたいなと思います。はい、大丈夫です。アンダーミレニアムから行きましょう。アンダーミレニアムから、はい、はい、そして今回のマスターは市岡さん。おお、マジで、はい、ちょっと大丈夫かな。ちょっと待って、急にみんなが心配しました。大丈夫。マスターというのは皆から質問されて、うんうん、まあ、はいかいいかわからないで、うん、まあ、言ったら司令塔でございます。そうですね、はい、今回のお題はこちら。おお、はい、なんかいけそう、はい、なんかいけそうだった。よろしいでしょうか。はい、消してください。はい、さあ、ということでアンダーチーム準備の方はよろしいですか。はい、はい、頑張ってね。制限時間は2分でございます。それではインサイダーゲーム、よーい、スタート。はい、はい、食べられますか。はい、はい、はい、独特だな。江戸前ですか。甘いですか。甘いですか。はい、え、硬いですか。うん、はい、お箸を使いますか。いいえ。お箸使ってる。かぶりつきますか。ついてもいいよね。イエローカード、イエローカード、イエローカード出ましたよ。はいかいいかわからないですよ。果物ですか。かもしれない。これはもうイエローカード。はい、これはイエロー2枚かな。コンビニに売ってますか。コンビニに売ってますか。はい、売ってる。イエロー3枚で。あったかいですか。あったかいわけです。冷たいですか。はい、スイーツですか。いいえ。甘いですか。甘いんだよね。甘いのか、甘いのか。調理してありますか。料理して作るものですか。ちょっと、ちょっと、あれだよ。質問